はい皆さんおはようございます全力系ユーチューバーのももちことももちスパイダイマンと申しますこの画像この画像から始まるということはお分かりの方はもう分かっていますねそうです M ホカの頂点トップオブザトップ猫全王様の後半戦の動画になります でねまあこれね、他に自分のフレンドのことに関しても突っ込んでいきたいなと思って、このね、ここからね、通算ンポイント収支、このまま行くとね、あクマ選手が頑張ればね、任務さんのところにまで行ける可能性は年内にあるのかなと思いますが、まあ、このね、2億7000万差をね、どうクマさんが埋めるかは、見ものだなと思ってます。それに加えてね、ネバネバさんと OS1 さん、 いきますねこれ10桁 <laughs> 10億ちょっとねこのお二人との差がとてつもなくでかいので今年中に追いつくのはきついけどこのお二人は今年中に10億いきそうですねネバネバさんはもうあとワンパンでいけるぐらいのね額のとこにいるからちょっとすごいでアーグレナミーラさんはねフレンドなんですけど先月のモモチと同じマイナス6900万まあモモチが100万多い マイナス6900万ポイントを今ね、チェックしてしまったんで、7億4000万ぐらいしかないということなんでね、ちょっとね、順位を落としてるのかなと思います。ではでは、猫、ね、背さんの本編に入っていきたいと思います。後半戦、スタートじゃなかった。サイコロ師匠もいた。サイコロ師匠は増やしてますね。もう2025年のね、ファイナルズのために今、順位上げてて、 ランク上位にいますトップ100以内100トップ50ぐらいだったかなとりあえずね頑張ってるみたいですではでは行きましょう大変お待たせしました後半の回答になりますということで日常の座右の銘ポーカーでの座右の銘は今日一つ強くなるうーんいいことですね桃地ももの基本的概念と一致してるところはあるかなと思いますこの言葉一つで桃地ももはできないことをできるようにするなんでね うん、でできてることは死ぬまでできる状態であれってことですかね、うん、座右の目ねあんまりパッてね出ないんでね自分が質問してる割にねここはあっさり終わらそう自身の能力ですぐれているところを5つ答えてください安定したメンタルそれは現状の財力家庭仕事全てがうまくいっていると考えるとプラチナシチ マジでうらやましいとしか言いようがないこの一言を言えるのは相当安定してますねだから M4 のランクマのトップ10の人に聞きたいぐらいねこの回答をできる人が一体何人いるんだとトップ100の人に聞きたいわももちはあの安定してないですからね彼女もいなけりゃね満たされているところも少ないっていうところでで2つ目もえぐいなこれ自分の口から言えないわ 長時間のプレイで質が落ちないっていうことはもう長時間もね集中治療室でオペしてるということですよ猫背、ね、さんの M ホは一生手術中 <laughs> ってことやと思いますそれをねできればももちも強くなれるのかなと思いますねで4つ目相手の弱点を見つけることこれはねももちも課題としてすごい念頭には置いてるんですけどまだ その質が良くないだから的中率が低いっていうとこかなあんまり答え言うしすぎるの嫌なんでねなので質が猫背さんとどれぐらいの差があるとすると猫背さんが95%ヒットできるんだったらももちはまだ30から55%ぐらいのところのヒット率しかないからそれが成績及びあのポイント差につながってると思うんですよねだからあのまあスタイルは違うけど これができるっていうのはあのうまいということプラスまあ三沢さんもこういうのうまいんかなと思いますね。うん、で四つ目短時間で適切な回答を出すこといやーこれは経験がものを言いますねこれまで,でいろんな困難とかいろんな難題にぶち当たってそれを解決してきた数が短時間での適切な回答に結びつくんで会いたくない <laughs> 喋ったら一生正座で話聞いてそう。ただの雑談的会話始めましてよろしくお願いしますよう、ね、にずっとももち正座した状態で斜め下向きながら話聞いてそう。このこと、この4つの言葉はパッて言えないな。全部自信を持って言えない、ももちは現状ね。うん、すごい。なんか弱点の方の方がなんか自分が共感できそうな気がします。今度ちょっと4つはももちと全然違います。はい。弱点も5つ教えてください。 ベースの考え方が GTO よりなので、イレギュラーな動きをする相手に弱いです。ああ。だからこれはまあ簡単に言うとね、自分の,あの思考と違うタイプは苦手っていうのは、まあ誰もが考えることですね。自分の思考よりの人は読みやすい。自分の思考外は読みにくい。だからこれ、ブルーロックで言うと、天才と秀才の違いですね。天才は圧倒的身体能力とか圧倒的センス。だから簡単に言うと、 通常の人間が手に入れることのできない感覚手に入れることができない能力だから唯一無二の能力を持ってるのが天才だとすれば秀才はいろんな経験努力知識いろんなものを蓄えていろんな土台を積み重ねて積んでいってるのが秀才なんでねだから成長速度で言うと秀才の方がいいんですけど突発的な能力の発言成長進化に関しては天才なんですよ だからあくまで秀才は継続的にいい成績を残せるけど天才の意味わからんとかいうか異次元な能力には対抗しきれない時があるっていうねこれはなかなか面白いツッコミどころのある回答なんでありがとうございます次好きなアニメ参戦スラムダンクみんな言うなこれねなんかね後輩に言われたんですけどスラムダンクはあのアニメで終わったところが ベストじゃないと。今年、去年やったかな。映画になった、あそこがめちゃくちゃ熱いっていうのだけ教えてもらいました。まだ見てないんですよ。絶対見た方がいいってもういろんな方に言われたんですけど、まだ見てないんですよ。なんで彼女できたら見たいな。彼女ができたら一緒に見たいなって言っとこ次、ブラックラグーン。これはね、あのちょっと、 パチスローお友達がやってる時に少なからず教えてもらって見ようとしたけど見てないんですよねでもこれを猫背さんが押すということはブラックラグーン内容濃いということなんかなただね映画あんまり好きじゃないからねまだねプッシュもう一人か二人誰かがブラックラグーン押しをしてくれたら見ようかなと思います弱虫ペ a ルはそれで見たんですよ誰に聞いても絶対見た方がいいえ絶対見た方がいいめっちゃおもろいですよみたいなの言われて え、だって自転車こいでる漫画何がおもろいんって思ってたんですよ。めちゃくちゃ、いや、プラチナ面白いです。弱虫ペダルはマジでやばい。びっくりしたもんね。努力する人間は絶対読んだ方がいいです。さらに頑張れるエネルギーをもらえます。本当に。はい、次行きましょう。次、イニシャル D。これ、車のね、漫画なんですけど、車は余計に無理。今、弱虫ペダルのことをベタ褒めしたのに、 イニシャル D は見れへんなどういう内容かわからへんっていうか、車運転してるだけか何がおもろいってなってんのよ。山道走行してるんがなんかスリルとかなんかあるんかもしんないですけど、見てないからわからへんし想像やけどね。そこでやっぱ、うおー、んか現実離れしててすげえか、現実と漫画の世界観のなんか中間点みたいなんですげえなんかわからへんけど、まずモチベが上がらないのは、間違いなく A ですね。あの A を乗り越えないと読む気になれない。 だから、あの、漫画では読めないかな。多分読めない。でも、アニメなら1.25倍速か1.5倍速でちょっと見ようかなと思います。これはね、今年中に1話、2話ぐらいだけでも見てみようかなと、ちょっと考えます。猫、ね、児さん、この3つ、ありがとうございます。特にイニシャル D とブラックラグーンは、一歩今、半歩かな半歩踏み込めてます。半歩。残り半歩。誰かが、アシストコメント、アシストオールイン、投げてください。言葉で。次行きます。 自分と似ているアニメキャラ参戦これはめちゃくちゃ聞きたかったまだ今見てないからもうなんかそういうキャラ選びますよねって言わしてくれるキャラが3つパパパワンって出てることを祈りますいきましょうえ無念この質問だけいくら考えても思いつきませんでした自分を客観視するの難しいですねあー客観視かえっとねももちは単純思考なんでねあの あくまで自分と似てるなあこのキャラとシンクロ率高いなあというところで何人かいるんですけどねまあ X で書き換えたようにまあ焼きたてジャパンの河内京介えっ、ー、と老人謙信の相良さの野介たまたまスケス出てきたけどでナルトの外先生でハンターハンターのひそかは、まあ、思考回路少しね似てるところがあるからチョイスしたんですけどまあこの4人かなというところで。 まあ、この4人はもうね、X に変えてるんで、そっち見てもらいたいんですけど、理想のキャラとかもね、いろいろいますけどね、それもまた X に今後ね、乗せていきたいんで、ここは、はしょっときます。はい、次行こう。保有資格は、簿記やんね、これ簿記やんね。FP わからん。ォ4わからん。防火管理者、大型トラックやね。牽引、大徳。普通、自動二輪バイクのことやね。 フォークリフト小型クレーン他多数他多数っていうかこれは情報をもらえたけどえ仕事なんやろ今だってなんかすごい上の役職ついてるからこれには関係しない仕事してそうな気しかしんひんのよねしかも最初の武器と後半の車に関連するところが全く違うから土台はあの そっち系の仕事してて今はまた転職して違う仕事にしたのかその仕事の頂点付近に君臨してるのかなええこっから猫コ王様の仕事を言い当てるというか推察するのはかなりむずいただ下はあの仕事上に必要な資格ばっかりなんでねうーんこれは猫コ王様の職種だけでも当てたいからレイズのえっちゃわ レイズの DM を送ろうと思いますこれは無理だね。推察無理だね。うん。やってた仕事はこういう系だよという情報はもらえてるけど。簿記と FP と乙女4。乙女4がマジでわからん <laughs>。戦国乙女かなと思っちゃうもんね。うん。すげえ。はい。で、次いこう。M4 以外のスマホゲームはしていますかゲームは意図的に M4 のみにしています。まあ、家庭もあるしね。 あの時間を全てねいろんなものに費やすのではなく今 M ホ1本に絞ってるから猫善王様のせいでレジェンドエースの1枠が1つ削れているのでたまには休養してくださいねお願いしますいやマジでそうならないとあの桃地がもう1個今年中に取るが絶望的になるんですよ、まあ、それは桃地のフレンドの半数ぐらいにも言えることなんですけどね半数ぐらいにも化け物たちのせいで 取れないそしてまあ今ねあの先月の地獄を味わってるから今ビビたるプラス息で喜んでるんですよもう久しぶりにあプラスってこの感覚はそうプラスはゆとりですプラスはマイナスは絶望ですマイナス6800万ほんまにメンタルバグりそうやったからねうんあそこまでよう叩き落とされたと思いましただから今月ねもうあと残りねこん前半戦はあと今日入れてあと5日しかないけどね ちょっとでも上に行きたいけど、まあレジェンドジャック入れたらいいかなっていう気持ちです。また今、プロフェッショナルジャックなんでね。っていう感じで、今回の猫背さんの考察動画は終わります。で、あのー、前回の、あのー、私立のマーチ、私立マーチっていうのを調べたんですけど、それをあのスクショするの忘れたんで、 また改めて言いたいんですけど関東のあの私立のトップ5が私立マーチって呼ばれてるらしいんですよだから大阪でいうカンカン同率みたいなね、うん、だからその領域に行ってるということはまあ国立レベルの私学の頂点の大学を卒業したということは化け物です <laughs> 化け物ですよねもうほんまに。 いやーそんな方にどうやってポーカーで勝つねんてどうやって勝つねんてほんまに鬼きついだからねーうーんね学力では勝てないからやっぱさっきのね天才秀才のところでどうにかして事故に巻き込む以外の戦い方を身につけないといけないと感じますで最後1個なんかね1つ言いたいことがあったのでこれで終わりたいと思います ではでは、またね絶対中立